お父さん、お母さん、私が物心ついた頃から中学1年生になるまで、あなた方は私をカルト宗教の教団施設で育てましたね。施設は渋谷にあり、私たちの家族以外は女性ばかり、多いときは30人以上の信者が暮らしていました。着るものが汚く、痩せっぽちで遠足などの行事に、 お弁当を用意できない私に先生や近所の大人は心配して声をかけてくれましたでもお母さんや施設のお姉さんたちが私の友達の親や先生地域の人を宗教に勧誘するので私に,し次,第に次第に私は孤立していきました教団の家には大きな冷蔵庫があり全ての 食べ物飲み物に名前が書いてありましたでも私の名前が書いてあるものは見つからず空腹のあまりあるお姉さんの名前が書かれたヨーグルトを食べてしまいましたそんな私をみんなは神の子が泥棒になったと非難しお母さんあなたは私をピアノの楽譜やベルトで何度も何度も打ちのめしましたね お父さん、お母さん、あなた方は地上に天国を作るためだからと、突然何ヶ月も家に帰ってこなくなりましたね。その間、私は食べるものがなく、お腹が空いて空いて、給食の見本を取っては帰り、スーパーのお弁当などの廃棄品を探し、街をうろうろしていました。近所の人がお皿に載せた猫用の綱を猫と奪い合い、 何もないいは雑草や土を食べていました私が病気になるとみんなが医療費の建て替えをどうするかでもめ事になりどんなに高熱を出しても腹痛で苦しんでいても冷たい布団に一人で寝かされ放置されました教団のお姉さんたちは私を厳しく監視しました世俗的なものを見てはならない 読んではならならい勝手に人を好きになってはいけない個人の幸せを追求してはならない団体の外の人たちはみんな悪魔の血統だから仲良くしてはいけない起床時間から私の思い通りにできることはほとんどなく私は自分が好きなこと嫌なこと自分が快適なこと不快なことが次第に分からなくなっていきました。 私が病気で苦しいとき、お腹を空かせて泣いているとき、お母さんが激昂しているとき、苦くて臭い薬草汁を飲まされて苦しんでいるとき、私は何度もお父さん助けてと言いました。でも、お父さん、あなたはどこかに消えてしまいました。女性ばかりが一部屋に3人から6人くらいが。 相部屋で身を寄せ合うように暮らしていた一軒家であなたはとてもつらかったんですね私はあなたに助けてほしくてたまに帰ってくるあなたをはだしで追いかけましたでもいつも追いつけず足の裏は傷だらけお姉さんたちに怒られるだけでした小学5年生くらいの頃お母さんたちがマコモという草を乾燥させた粉末に夢中になり この粉を入れるとお風呂のお湯が光合成で綺麗になると馬鹿なことを言い出し何年もお風呂のお湯を買えませんでしたお母さんお風呂場や脱衣所いっぱいに漂っていた一臭を覚えていますかどんなに念入りにシャワーで流しても髪や体に染みついたドブのような匂いが消えません私は学校で毎日お前すげえ臭いといじめられていました 先生や周りの大人たちは私の体や服から異臭がしても見て見ぬふりカルト教団に口を出すのは怖いですもんねお父さんお母さん私が中学3年生の冬休みポストが壊されて年賀状が盗まれましたねやがて私の同級生の家たちに怪文書がばらまかれました同級生たちの家には 週刊誌の記者を名乗る人物から電話が来て彼らは私の通っていた学校名や推薦入学が決まっていた高校の名前を話してしまいましたそして私が通っていた学校にはお母さんとお父さんあなた方の実名が書かれた「噂の真相」という雑誌の記事のコピーがばらまかれたのです進学予定だった高校には毎日ファックスや郵送で 大量に記事のコピーが送られたそうです記事にはカルト宗教の女性幹部であるお母さんあなたが大物国会議員に無料で秘書やウグイス嬢愛人を派遣していると書かれていました記事のコピーにはボールペンで「インランの子はインランという殴り書きがあり私は進学予定だった憧れの高校から入学を断られました入学したくて 本当に努力ししてていたたのででとてもショックでした私たちの珍しい苗字のせいでカルト宗教の被害者救済活動をしている人たちなどにはすぐにお父さんお母さんあなた方の子供だと分かってしまいます就職するときもあなた方の娘だという理由で私は道を閉ざされました友達を辞めよう あなたに関わるなって親が言うからそう言われて人間関係が切れてしまったこともありましたポストを壊し年賀状を盗んだ犯人はカルト宗教にし青春を奪われた人たちでしたカルト宗教の信者もカルトに反対する人たちも私にとってはどちらも加害者でした子供だった私を助けてくれる人はいませんでした 私がこんなにひどい目にあっても、お父さん、お母さん、あなた方はごめんねも言ってくれませんでしたね。私は自暴自棄になっていました。私は28歳の頃、教祖が指をさした見ず知らずの人と結婚させられました。外国人の元夫は初日から私を俺の女扱いしました。 元夫は仕事も決まっていないのに日本にやってきました家を借りるのも家具を買う時も食費も私が結婚前に仕事で貯めたお金から出しました元夫は仕事でストレスがたまると言っては暴れだし私の妊娠中に勝手に仕事を辞めました産後間もなく私の貯金も底をついてしまいました元夫は自分が まともに働いていないことや私や子供に暴力を振るっていることを自分の両親には言いませんだから私が彼の実家に電話をしてもあなたが笑って明るい家庭を作ればあの子は良くなるからの一点張り神から与えられたこの試練に打ち勝たねばならないいつも自分にそう言い聞かせ歯を食いしばって耐えていましただから どんなに元夫が暴れても私がそれを DV だと認識するのはとても難しかったのですしかし私より先に子供の心が壊れてしまいました子供が小学1年生の頃先生からもう手に負えませんとヒステリックな電話が何度もかかってきて慌てて教室に行くと机の下に潜って黙って黙って鉛筆を食べている我が子がいました 学校にいる間ずっと鉛筆を食べているか消しゴムをちぎっているかしかしなくなったというのですその頃子供に発作のような夜泣きやおもらしが増え家に帰りたくないおじいちゃんとおばあちゃんの家にいたいと泣き出すことが何度もありましたある日元夫がゲラゲラ笑いながらスマホで子供の動画を撮っていました「こいつ面白いことやってるぞ」 早く来いと怒鳴るので行ってみると当時流行っていた芸人の一発ギャグを子どもが何度も繰り返していました笑顔なのに涙を流しながらもう限界私と息子は DV シェルターに避難し弁護士から借金し離婚調停をしましたお父さん私や息子が元,元夫からの暴力に苦しんでいても あなたは時間が解決すると言って何もしてくれませんでしたねお母さん私はどんなに頑張ってもあなた方が期待していた神の子になれなかった今の私には自閉スペクトラム障害や注意欠陥障害うつ病の二次障害もありますそれでも生きていたいです誰からも支配されず自分が好きなことを見つけながら子どもと一緒に安心して暮らしていきたいさようなら